ポール・ビエイは、1884年に、近代的なニトロセルロースベースの無塩火薬を、開発した、フランス人科学者である、エコール・ポリテクニーク卒、ロボーラ・ラトワール・セントラル・デ・パウドレス・イザル・ピターズ、所長、フランス科学アカデミーの会員。新型の火薬は、同じ重量の黒色火薬の3倍の威力で、燃焼残留物も,も残さない画期的な発明であった、ことから、 柴ばたく間に、各国の軍のあらゆる兵器に採用された。この発明が認められ、1889年に、ルコント賞が授与された。メダル、ルイス、エル、ウーブルシアンティフィークで、ポール・ビエーユ、デビュー D、イストワールデサイエンシズ47。 381-404http コロンスラッシュスラッシュ www.perse.fr スラッシュ web スラッシュ r e v e s スラッシュホームスラッシュ prescr ipt スラッシュアーティクルスラッシュ r h s h 5 1から 4105994nm473211? ありがとうございます。